どうもこんにちは、ふうちです。今回はという前に、なんとあの後金のケビンが出たんですよ。パチパチウーバーイーツなんとかっちゃいました。最後ウーバーイーツで頼んだらこの金が出てきました。わからないもんですね、意外とね。でも嬉しいです。この動画載せてあるので、載せてあるんで、もしよければ見てください。で、今回の企画は、あのアポロチョコレートには実はレアものがあって、あの星型のアポロとリバーシアアポロ、まあ簡単に言えば逆さのアポロを、いちごの部分とチョコの部分が逆転になっているチョコレートがあるそうです。で、ラッキースターっていう星型のチョコレートが今企画で入ってるそうなんですよ。たまたま母がこの前食べたら出てきたんです。で、その星型を出していきたいと思います。で、そのリバーシャブルはちなみに2000分の1と言われてます。なので出てくるか楽しみにしてくださいね。で、今から準備してくるので待っててくださいね。アポロチョコレートをなんと30個買ってきました。まず1個目、早速やっていきたいと思います。1箱目、出ませんでした。はい、次早速2箱目やっていきます。これ何年前ぐらいか。ありました。あと残り26パック7箱目なかったです。次8箱目。ないですね。あった？ありました。1個目。あと何箱目ですか？8箱。もっと後ろ、後ろ向きやって、前向きみたい。後ろ後ろ向きやって。あー、ラッキースター1個目。やった1個目です。これ全部これはちょっとお小遣い使って買ったんですよ。あった？うん？これそうか。そうだ。ありました。あった。次、ここに行ったサイト
17ぐらいもしかしたら分かんない。そうだね、1,2,3,4,5,6,7,8,9個。量少ねえな。箱のなんか番号とかもあるのかな。そういう。なんだろうね。まあそういうのチョコボールとか。チョコボールとかはあって聞くんですけど、アップはあんまり聞かないな。商品ナンバーとかなんか。そういう後ろの番号とか。かなり量少ないな。連続でありました。連続だからもしかしたら次までいっぱいこれ2個書いてあるし、本当にすごい、本当にすごい持ち主だ。嬉しいかもね。これ
し、なんかちょっと言われたら、カカオの方しか思いつかない人多いと思うんですけど、イチゴっていうのはあんまり。なんか、ね、アポロチョコ、名前のことなんかすごい厳しいわ。全然ない。2箱しかないな。結構尺がちょっとやっぱり上がってきました、うん、やっぱ楽しかったって食べられるね。そうですね、これを、まあ、次に使ってやっていきたい。一つの食事の中で頑張っていきたい。全然ないな。残り3つかなり少なくなってきた。最後にラストワンぐらい出てほしいなってありますね。結構楽しい、話しかける人とかいるみたいな。一応くらいしか多分誰も話しかけないんですけど、でもあれ残り2つ。この帽子もね、あのアメリカで買ったんですけど、どの帽子？インディアナポリス。この、これ9じゃないのか？あ、9じゃない。インディアナポリスも、6個目出ました。やった、よかったね、最後なんとかね。あー、でもなんか 6個出てるな。三つ星。うん、30個開けた結果、なんと6つしか開きました。6つしか出ませんでしたね。6つか6個か。1、2、3、4、5、6。あー、6個出ました。でも30個の箱で1個の30個入ってて、30分の6だから、そうだから結構かなり確率が低いだよね。でもすごい、なんか、まあ、出てきたからよかったね。出てこなかったらこの前みたいにね、ちょっと悲しかったけど。どう、一個ちょっと見せてほしいなと思います。こういう感じです。じゃーん、本当にお星様だね。こっちかみたいな方が星は分かりやすいから。そうかな、そうやね。そうで、こんなに開いちゃいました。見てください、ボール1個埋まりました。本当すごい数です。でもまあ美味しく後で食べたいと思います、まあ、金のケビンも出たことで。はい、じゃあ、はい、閉めてもらおうと思います。ちょっと待ってください。はい、どうぞ。今回の結果は6つ出ました。イエーイ、こっちです。はい、あげます、はい。今度このボ、アポロを今度1つにまとめたいと思います。はい、今回はとりあえず6つ出たんでよかったです。チャンネル登録、高評価お願いいたします。また楽しい企画たくさん考えているのでぜひ見てください。ご視聴ありがとうございます。ありがとうございました。さようなら。 See you again。 バイバイ。